女が一人紛れ込んできたろ。静かにしろい。人が物を聞いてるんだ。女が一人孫ついてこなかったかって聞いてるんだ。おい、返事しろ。おかみさんにでも逃げられなすったんでございますか。何よ、玉だ。大事な玉だよ。玉。そうよ、何年もかけて磨き上げた大事な玉よ。見つけ次第知らせるんだ。分かったろ。女の人を売ったり買ったりして生きてる人たちでございますね。なんだとこの野郎。何でもいいから見つけたらすぐ知らせるんだ。分かったな。嫌だね、ああいう連中は。嫌だよ。女に稼がしておまんま食ってんだから。本当だ、ヤクザのくせに偉そうなこと言いやがって。ほら、行った。もうすぐだ。
話してくれよ。話してってば。言ってしかないね。俺な、どんなわけがあるか知らねえが、この寒空に海へなんて入ったしな、お前さん、風邪ひいちまうぜ。死ぬの助けてもらって怒ってるのかい。別に。喜んでるのか。喜んでなんかいませんよ。じゃあどう思ってるんです。嬉しそうな顔しましょうか。こんなんでいい。そらなんざどうでもいいや。どうせこっちは見えませんからね。あ、そう。お前らなんで死ぬ気を起こしたんだ。そんな聞かれ方には飽きちゃった。あの連中が探してんのはどうやらお前さんらしいね。兄貴が消えてきたらおめえ偉いことになるとよ。ああ、ドボンと言っちまったんじゃねえのかな。へえ、まだ。俺はいただけるんでございますか。なんでおめえ、女を言うのけ。ですから、お礼の方を、ちょっと。バカ野郎、うっ、やろう、うっ、さあ、なんだこりゃ。どうせお前さんが稼いだ銭だろうぜ。銭のねえのは首のねえのも同じことだってから持ってな。ちょいとお前さん、本当にこのまま行っちまう機会。どういうこと。気取ってないで帰ってったらどう。よっぽど悪い道を歩いてきた女らしいや。松文、どこ行きゃおった。松。うん。ねえちょいと、人に恩売っといて黙って行っちゃうの。
越しなさいまし。姉さん一人？何にいたしましょう。海の底へ行く気だったの。いや、ここは丘だぜ。え、道が違うんじゃありませんかね。お前さんが帰っちまったくせに。ほら、これから十里も二十里も歩かなくちゃならねえんだ。私もその十里二十里一緒に歩いてっちゃいけない。ところで織元の旦那衆がたまに見えるくれでな。いや、静かでいいところですね。静かすぎてつまんねえところだ。ごゆっくり。どうもすいません。いや、この近くに染め物屋さんかなんかあるんだな。お前だ、なんで死ぬような気を起こしたんだい。親、兄弟、一人も近い。じゃあ俺と同じだ。寂しくなっちまって、なんかこう真っ黒になっちまった。あ、でいっそ一思い、図星だろ。すいません、助けてもらって本当にすいませんでした。世間には性の合うところってのあるもんだよ。お前が今まで住んでるところが悪いからって、何もそんな、なんだ、気落とすことありゃしねえ。ねえ、もう腐るほど人間がいる世の中で、悪いところが100もありゃ、いいところだって100ぐらいあろうじゃねえ。そうでしょう。兄貴、ご赦免おめでとうございます。おめでとうございます。女はどうした。おい、おかげさまし、ほぼ追ってまして探してみたんですが、足は目を離さなかったんです。ちょっと目を離した隙にとんでもないことになっちまって、きっと探します。探します。Yeah!
漁師の話によると、あんまと一緒にいる女を見たってんですよね。つらのですよ。じいちゃん、ここ置いとく。ありがとう。もうこれでしまいだよ。ほんと。2、3日してから。いや、いいね。私は見たいわ。お前さん、一人もんかい？はい。どっから来ただ？江戸です。んだろう、見りゃ分かったよ。今日から新しく入ったお洋さんちんだ。みんな親切に教えてやったわよ。仲良くだな、ええな。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そう、こっちが来るだ。え、さあさあ。兄さんです。あ、兄さん。え、あ、そう。で、お前さんずっと住むんけ？いや、私はこの妹の勤め口が決まりましたら、うん、もう国の方へ帰ろうと思って、うん、ああ、そうね。それは任せてくれろ。任せてくれろよ。給金もじきにあげてやっぺ。ああ、確かどうしてもいい。足元気をつけてな。ご親切にありがとうございます。ほらこんなとこだけどよ。え、女の子の一人や二人は住めっぺや。え、これあたりよ、片付けさせるから。あんた、あの人気をつけなよ。手が早いんだから。一緒にいるあんまさん、兄さんって本当？ないと濡れちゃうよ。ほら、私みたいにこういうふうに。もっともっともっと。
ただいま。お帰り。もう慣れない仕事でくたびれたろう。いいえ、みんないい人たちばかりで、こんな世の中があるなんて。私、本当にいっつぁんのおかげです。今ご飯の支度しますから。出て行く気なんですか。まあ、俺は住むところじゃねえ。片桐さん方が一生懸命働いて暮らすところ、それにお前さん、これから生まれ変わろうとしてるのに。自分のために生まれ変わろうとしてるんじゃないんです。いっつぁんに助けてもらったこの命を大事にして一生かかって恩を返そうと。だからそれまでいかないで。私姉さんとした心の優しい人なんだね。俺の体にはどうにもならねえ泥水をかぶっちまってるんだ。その泥水をお前さんにはかぶらしたくねえ。いっつぁんにかかる泥水だったら私も一緒にかかります。私なのがあんたを見てたけど気をつけなよ。いっつぁんの一番大事なものって何だろう。ええ、大事なもの。そうだな。
なんだろうな。離れられないもの。離れられないもの。離れて別れるってのかい。この杖が私の服を切ってくれた。でも今度これを使うようなことになったら私たちの暮らしが私も昔の自分と別れるから、いつも。あんたたちは何だね。ここにはそら女いっぱいいっけどよ、いちいちその女にあんたたち合わせるわけにいかねえだよ。大事よの人に物を尋ねるのに そういう態度は何だね。え、何だったらあの大会所でも何でも一緒に行きましょう。え、お客様でございますか。ええ、おいでな話。もう一杯茶出せ。ええ、ただいま。
てめえは俺が天馬町から出てくるのを知って逃げたのかよ。そんなに俺と切れてえのかよ。じゃあ切れてやろうじゃねえか。その代わりな、あの雨を叩き切るぞ。あの人には罪はないんだよ。私が死のうとしたとこ助けてくれただけなんだ。いっちゃんには関わりがないんだよ。いっち、てめえやろうとできてんのか。できてんのかよ。どこ行くのよ。待って。てめえも長いこと黒輪で働いてきてんだ。だったら起きてんぐらい知ってるだろう。俺もな、手ぶらじゃ帰れねえんだよ。昔通り俺の女になるんだな。始まりやがった。
んまはな、座頭市だ。座頭市？松戸文がやられたのも、やっぱり。面白くなってきた。いっつん、ごめんなさい。お前さんに死ぬような気を起こさせたのは、あの連中だな。もう、大丈夫。話はつけてきたの。話をつけた。いや、話はまだついちゃいねえようだぜ。座頭市だな。てめえとおようの仲がどうなってるか知らねえが、おようは昔通り俺の女に戻ったぜ。ただのあんまなら見逃してやるところだが、座頭市と聞いて見逃しちゃ俺の男が立たねえ。抜けよ。抜かねえのか。おようはな、俺に抱かれながら涙を流しててめえのことを助けてくれって言ってたぜ。どうしては腰抜け野郎。女に助けられるようになっちゃ、座頭市もおしめえだな。てめえが抜かなくてもこっちは抜くぞ。
棒を抱いた変な侍に子守に雇われた座頭市。偉そうに市をこき使うこの侍は給金を払う金もない。ところがこの赤ん坊が大した金になる代物と知って懐が寂しい若い二人連れがつきまとってくる。コメディータッチで綴る次回新座頭市にご期待ください。